せっかくなので、取材を受けていただいたので、ちょっと彼のおすすめのメニューを試食していただきたいなと思いました。ありがとうございます。ご存知の私、知ってました。あ、本当ですか。はい。なんか結構YouTuber の方だったりとか、ね、私結構その食べるの好きなんで、はい、食べるもののツイッターとかインスタとか見ること多いんですけど、はい、ドンジュルやってる方多くて、そうですね、やるんだ、すごい、すごい、すごい、本を出されたんですね、すごい。今日の、作ってもらったメニューは新メニューですか、ここに載ってます、紹介しちゃっていいですか、はい、そしたらどうも、はじめまして、野島と言います。よろしくお願いします。お願いします。今日、こちらを作って、なにこれ、すごい、これね、これシーフードヌードル、日清のカップヌードルのを、牛乳一番濃いやつで作って、なんか脂肪 4.4% みたいなやつで作ったやつ2個分にカニクリームコロッケを乗せて、これをつけ麺風に食べていただきます。これがバター溶かしただけのつけだれです。僕が今まで作った中で多分あえて一番カロリー高いやつ作ろうっつって作ったやつなんで、最高。ちょっとぜひ味見していただきたい。すごい、はい、やばい。じゃあまずはラーメン好きのエリピオから。いいんですか、なんか口拭くやつとかあった方がいい。本当ですか。めっちゃベタベタになるんで、これさすがに。いや、このバターの量は初めてなんで。でもすごい、なんかもういい匂いする、めっちゃ。本当ですか。うん、でももう素直な感想でね。あ、もう素直。ちなみにこれは、はい、召し上がったんですか。あ、もちろんです、はい。でもね、一人ではとても完食できないです、ね、そうなんだ、はい、全然完食できそうだけど、量的に。でもバターこんなに液体になってるの初めて。確かに。本当に匂いがバターだ。もう普通に食べちゃってください。いいですか、食べちゃってください。本当にエリピはもうラーメン大好きだから。大好きなんですよね。しかもつけ麺が好きなんだよね。つけ麺好き。よかったよかった。でもこの時点でめちゃくちゃ美味しそうだもん。多分まあそのまま食べても美味しいですね。そうですよね、牛乳で作ってる。え、これをこういうことですよね。そうっす。信じらんない。やばい。これはやばいぞ。うわこれ1週間で10キロぐらい太りそう。いただきます。すごい。めっちゃ美味しい。さすがにこれ多分美味しいっていう人だいぶ人選ぶと思うんですけど。いや、めちゃくちゃ美味しいです。よかったよかった。意外と、はい、なんかもっとめちゃくちゃこってりバターみたいな感じかと思ったんですけど、うんうんうん、はい、意外とこのいい感じでマッチしてますね。さすがにそれ全部飲むわけではないので麺に絡んだ分しか入ってたらめちゃめちゃ美味しい。あ、よかったよかった。うん、食べたい。でも、エリピオが美味しいっていうことは、私とエリピオって味の好みが一緒なんですよ。あ、そうなんですね。だから絶対大丈夫。でもなんかちょっと不思議な感じ。なんか意外と、なんだろう、クリーミーな感じになるんですよね。あ、そうですね、そうですね。すごい。すごい。うおー、すごい。うん、めっちゃ美味しい。すげえすげえ、よかった。すごい。よかったよかった。めっちゃ美味しい。なんだろう、なんかラーメンだけど、なんかパスタに近いというか。うんうんうん、あ、そうかも、うん、そのミルクで作ってるのはそんな感じになってるってことですね。めっちゃ美味しい。匂いがめっちゃ匂いだわ。コロッケはどのタイミングで。あ、コロッケはまあ、もう、まあ、なんですかね、ナルトぐらいですよね。ナルト時間もないのは寂しいかなってぐらいの。でも、なんか本当にこのバターがバターじゃないみたいな。そうそう、そうなのよ。全然これ全部食べれるわ。食べたい。多分そう、いっぱいで2,000〜3,000キロカロリーはつくんだよ。バター 300g 使ってるんです。すごい、すごい、リッチね。いきまーす。おいしい。嘘。本当ですか、よかったよかった。これさ、高カロリーだと思えないよね、なんかね、そんなに。
たシーフードヌードルだから合うんだろうなこれ。そうですね、そうですね、ですよね。うん、よかった。これは美味しいです。ああ、よかったです。ありがとうございます。え、ちょっと全然食べれるよ、ね。もっとやばいと思ってね。わかる。ありゃ。太るわ。もう太ってるけど。もうべちゃべちゃにして食べたい。それをまたバトルにつけてみて。やばい。すごい。え、めっちゃ美味しい。やばい。クリーム。すごい。よかった。すごい。マジで美味しい。なんかまた太る食べ物知っちゃったね。なるほど。いや、最高なんだけど。ひたすら食べてられる。ね、ずっと食べてられる。いや、私もほんとこういうの大好き。やっぱ油好きなんですよね。カニパンはあんまり旅とは好み違ったりするんですか、普段は。あ、全然違いますね。全然違います。え、もうこれは、ね、美味しいです、本当に。嘘とかじゃなくてマジで美味しいです。なんか、なんだろう、結構あっさりしたもの、こんなんだ、ポン酢とか醤油とか。あっさりですね。そうです、めっちゃ美味しい。素材の味潰してないですよね、まあ、ちゃんとシーフードヌードル残ってるから。めっちゃ美味しいけど、確かにお腹いっぱいになってきた。めっちゃ美味しそう。食べるとかって面白いね。うん、すごいですね。すごい。アイディアがすごいです。ほぼ完食。うん、すごい見られている。うまそう。うん、すごい。すごい。お疲れ様です。ありがとうございます。